スプラのキャラクターの作り方を忘れないように動画にした。よって、この動画は独り言であるアニメーションで使った髪、眉、服、シューズのセットの仕方を説明する。独り言だが、字幕は英語と日本語で用意した。では、早速やってみよう。まずはキャラクターをインポートする。あらかじめダウンロードしたところを開く。そして、サイズを変更する。名前も自分がわかるように変更する。次に服を同じようにインポートする。サイズと名前も忘れずに変更しておく。服を着せるため、ボーンを選択しポーズモードに変更する。へそにあるボーン、WAIST を選択する。シフトと S キーを押してカーソルから選択物を選ぶ。プロジェクトモードに戻して。服を選択する。シフトと S キーを押して今度は選択物をカーソルを選ぶ。これで服の位置合わせは完了。続けて、ボトムスもインポートする。サイズと名前変更も同じように対応する。カーソルはすでにその位置にあるので、オブジェクトモードでボトムスを選択、シフトと S キーで選択物をカーソルにする。少し肌が見えているので、リサイズする。これでボトムスも位置合わせ完了。続けて靴をインポートする。少し靴は面倒だが慣れれば簡単。位置合わせまで服と同様に操作する。カーソルを動画の通り、KNEE にするので、ポーズのモードにする。靴はサイズが合わないのでサイズ修正が必要。片方ができたら、コピーして、もう一方を作る。非対称なので靴を反転させる。反転させたら、足に合わせる。コピーしたので、名前も変更しておく。タコガールを親にして、服、靴、ボトムスをペアレントする。これで、
タコガールが動けば全て同期する。ようやく寒かった頭にカツラを用意する。名前とサイズ変更しておく。位置合わせの方法は同じだが、カーソルは動画の通り HEAD に合わせる。眉も同じように合わせる。これで眉も位置合わせ完了。ここでは詳細解説はしないが、ゲソを揺らすためのボーンを先に用意しておく。しなくても先に進めるので、この作業はしなくてもよい。ヘアーはさっき作ったボーンを親にしてペアレントにする。まだタコガールを親にしてないから同期していない。ヘアーのボーンを親にしてヘアーとペアレントする。オブジェクトモードでタコガールを親にしてヘアーを選択する。ポーズモードに切り替えてHEAD のボーンを選択する。この状態でペアレントする。ペアレントする際にボーン相対にすること。これを眉も同じようにボーン相対にしてペアレントする。靴は位置合わせしただけなので、まだ同期していない。ポーズモードで同期するためにはモディファイヤーのオブジェクトをタコガールにする必要がある。服、靴、ボトムスは全て変更しておく必要がある。
つが左右同期してしまっている原因は、頂点グループの名前が左右で一緒だからである。よって靴の名前を末尾を R と L で分けておく。これで左右で別々に靴も同期するようになった。これで全て完成。次回の独り言はこのタコガールのマテリアルを設定する。今回作ったアニメーションで覚えたヘア、目、頬染めをメモを残す。